北海道の帰省ついでに立ち寄った広瀬生花園さんでゲットしてきた盆栽の素材たちを公開してみた。おざっす。今日はですね、広瀬生花園さんでゲットしてきた盆栽の紹介をしたいと思います。でその前にちょっとね、うちの棚場でミニのサイズで作ってる未生 3,4 年目のサルスベリ、公園で拾ってきた種で育ててるサルスベリが花をつけたんで、ちょっとこれをねお見せしようかなと思います。こんな感じで花が咲きました。まだつぼみもあるんで、もう少し咲いてくれるかなと思います。最終的にはね、これくらいのミニの素材にしようかなと思ってる素材でございます。サルスベリ綺麗だね。まあただ徒長した先の枝にしか花が咲かないんで、これを小さくとどめるためにはどうしたらいいのかっていうのをもうちょっと調べてね、剪定時期とかタイミングとかちゃんとやれば、もう少し小さいサイズで花を見ることができるのかなっていうところですね。サルスベリという報告があって、で広瀬生花園さんの戦利品見ていきましょう。はい、じゃあ早速ですね、こちらここに並んでるのが広瀬生花園さんのところで入手してきた素材たちでございます。で一個ずつ見ていきましょうか。まずこちら、広瀬生花園さんに訪ねた時の動画にも出てたと思うんですけど、利尻の温子ですね。こんな感じでめちゃくちゃ葉性がいい、葉の短い、そして芽吹きもかなりいいですね、温子で。おそらく挿し木だからだと思うんですけど、これね実がついてる、多分赤い実がなるはず。利尻の温子でございます。葉性抜群。まあただ細いんでね、ここから何年も放置してやっと盆栽になるっていう感じだと思います。一応ね、数年前に広瀬生花園さんの方に伺った時にゲットしてきた1位があって、これなんですけど、これ今回入手してきた利尻の温子、これが前回数年前にゲットしてきた普通の1位ですね。こうやって比べてみてもかなり葉が短いのが分かると思います。広瀬生花園さんの中でもこんな感じでね、葉性が違うものがあると。同じ1位でもこれ針金かけて静止して、その枝が先だけ徒長してるって感じですね。癖がついたら外してあげたいんですけど、1位って癖がつきにくいんで、まあもう少しこのまんまかなっていう感じ。目数が増えてきたら面白いんですけどね。はい、こんな感じで一発目は利尻の温子でございます。まあのんびり育てていきましょうって感じですね。でこれは黒松、次行きましょう。黒松ね、黒松のただの未生苗素材、黒ポット苗素材、まあ足元のねこの根毛っていうんですかね、が面白かったんでゲットしてきました。これめちゃくちゃ安かったで、まだまだ曲がるんで、これ曲げて、そうだ樹高測ろう、せっかくなんでね、樹高も測りながら見ていこうかなと思います。これは根っこの芸が面白そうだなと思って買ってきたやつ、今んとこ15、6センチ、5センチくらいか、15センチくらいあるんですけど、まあまあ幹細いんで畳めばね10センチ以下も全然平気。これを10センチ以下までぐぐっと下に引き込んで、で足元でちょっとくねくねとしてる感じに作ってみようかなと思っております。これ何でもないただの黒松ですね。でちなみに利尻の温子はこんな感じで樹高 6.5 センチといったとこでしょうか。かなりちっちゃいですね。次こいつ、ヒメソナレでございます。僕がねやってみたかった樹種の一つであるヒメソナレ、こんな感じのヒメソナレ、ちょっと葉の色がね薄い感じがするんで、肥料不足なのか水がうまく流れ切れてないのか何なのかちょっとわからないですが、若干調子落とし気味のヒメソナレでございます。で樹高が今12センチくらいになってるんで、これも畳み込んでっていうか、これ剪定ですね。剪定で左の枝がっつり飛ばしてもいいし、ちっちゃく作ろうかなと思ってます。めちゃくちゃいいとこからね、こういうとこ胴吹きかかってるんで、こういう芽を使ってねうまいこと作っていけば10センチ以内余裕でクリアできるんじゃないかなと思っております。正面をね僕の中ではこの辺で作ろうかなと。OK、
計画中。ちょっとね土の表面が汚いですね。こういうとこ掃除してあげたい。あとこの鬼場っていうんですかね、図書とかにある鬼場、これ取ってあげればまだまだ動物してくると思うんで、そういうのを繰り返してね、メンテナンスして目摘みして、でいらない枝この辺がっつり落とそうかなと思ってるんで、この辺全部陣にしたりとかして、そういうことをやりつつちっちゃく作っていこうかなと思ってる姫ソナルでございます。我が家では初の姫ソナル、これやってみたかったんですよね。姫ソナル今軽くプチブームの姫ソナルでございます。はい、このままだと樹高でかいんで、まあ潰す必要があるかなといった感じ。楽しみですね、初の姫ソナレ、どんな感じになるのか。でこれも動画に出てたから分かるかと思うんですけれども、カラマツですね。めちゃくちゃ小さいカラマツ、樹高的には7センチ8センチ弱といったところ。こんな感じでちっちゃいのにね、なかなかの存在感出してます。いやーこれはすごいですよ、こんな小さいのに。で葉もね小さく止まっていい感じで、うちにね一応1個カラマツ、同じカラマツあるんですけど、こんな感じですね。自由にさせてるとこういう感じで葉も長くなるし、枝もね間延びするしっていう感じなんですけど、うまく作ればこんな感じになるっていうのが分かる、いい素材ですね、カラマツ。なかなかねこの小ささのカラマツは出会えないですね。で多分中で根がギッチギチに回ってるんで、鉢が割れてますね、ここ完全にクラック入って、それぐらい根っこがギチギチだからこういう破傷になっちゃうんじゃないかって広瀬製菓園さんの園主さんはおっしゃってましたね。なかなかいいサイズ感、カラマツでこれはねあんまないですね、っていうか見たことないですね。普通に育てるとこんな感じになります。まあ一応これもねこの辺まで最終的には飛ばして、がっつり飛ばしてちっちゃく作ろうかな。 でもこれ10センチ以下無理なんですよね、こんな感じになるんで、まあ頑張っていけるかどうでしょうっていったところ。こんな感じで枝もねギュンギュン徒長するんで、目摘みを繰り返していけば葉が小さくなるって言ってましたね。だからこことか新しく出てきた芽あたりはこうやって短い葉で止まってくれてるんで、やっぱ目摘みが大事なんでしょうね。目摘みとかせずに放置してるとこうやって長くなる。目摘みとか綺麗にやり続けて、さらに小さい鉢で根がぎゅうぎゅうに回ってくるとこんな感じで自分自身で葉を短く止めてくれるという感じでしょうか。おそらくこれもでっかい鉢に入れてね、根っこをぎゅーんって伸ばさせたらもっともっと長く、こっちのカラマツみたいな感じで葉が伸びていくんじゃないかなと思います。はい、4つ目で次ラストですね。次ラストいきましょう。これが八つ草のエゾマツなんですけど、白目の笹の章、なんか目出しが白いみたいですね。白い目が出てくるなんか面白い品種らしくて、まあ個人的にはエゾマツが欲しかったんですよね。北海道行ったらやっぱエゾマツ買って帰んなきゃっていうところがあるんで、広瀬製菓園さんの園主さんもおっしゃってたんですけど、北海道にはもともと黒松、赤松、五葉松っていうものはなかったらしくて、で広瀬製菓園さんの園主さんが本土の方から北海道に持ち込んで、でそれをまあ植えていったら、その五葉松なんか特にこの種がなるじゃないですか、松の実がなったらそれを鳥が食べて、それをね、まあ、山の中とかで糞をして、そこの山でね実生が始まって、少しずつね近くの山に五葉松が増えてきたみたいなことをおっしゃってたんでそろそろ実生、北海道だけの実生五葉松、新しい品種みたいなのも生まれてくるんじゃないかっていうことをおっしゃるくらい、まあ、北海道にはもともと五葉松、赤松、黒松っていうものはなかった。でエゾ松が主流だ、エゾ松、カラ松、なんちゃら松って言ってたんですけど、ちょっと忘れちゃいましたね、なんちゃら松、それぐらいが主流で、まあ北海道行ったんだったらエゾ松欲しいなと思ってたんで、こいつ買ってきましたっていう感じですね。ボディはこんな感じ。エゾ松でねこの太さになるのすごい大変なんですよね。まあなかなか太らない、ギューンと走らせればもっともう少し行くとは思うんですけど、小さくとどめて作ってるとなかなか太らないですね。でこいつもまあ左流れ、この辺の枝とかね引っ張って下ろして、ぐぐっと下ろして作ればいい感じになるんじゃないかなと思います。でこいつの樹高的には
10センチギリっていったところですね、11センチぐらいかな。なんでもう少し詰め気味で詰めて詰めて作っていけば、こんな感じで枝もまだまだ曲がるんで、こうやって枝下げていってね、下げてここ隙間開けて、この隙間を持ち込みながら埋めつつ目摘みを繰り返してちっちゃくちっちゃく作っていく。これ今こんな感じで八つ草エゾマツの割にはだいぶ葉が長い状態なんですけど、これも目摘みを繰り返して、まあ、大体10年ぐらい経つとかなり葉性が良くなるっておっしゃってました10年か10年、はい、頑張ってみようかなと思います。はい、こんな感じで八つ草のエゾマツゲットしてきました。なかなか面白い素材なんじゃないかなと思います。これも詰めて詰めてちっちゃくちっちゃくコンパクトに作っていこうかなと思っております。はい、楽しみですね。これいつも10センチ以内はいけるんじゃないかなと思っております。この辺はね、開削しなくても10センチ以内なんで、枝をうまいこと誘導してあげればそれで OK なんじゃないかなっていったところ。ヒメソウナレは楽しみですね。左側の枝がっつり落とせるんで、そこから挿し木でまた小さい素材作れると思いますし、なかなか楽しい感じになるんじゃないでしょうか。はい、ということで広瀬製菓園さんで入手してきた盆栽の素材たちの紹介以上でございます。はい、終了。こんな感じで広瀬製菓園さんのところで入手してきた盆栽素材たち5個かな、 1,2,3,4,5,5,8、はい、の紹介が終了いたしました。カラマツとかすごくないですか。めちゃくちゃ小さいのにその中で、ね、綺麗に枝分かれがあって、かなり優秀な素材ゲットできたかなと思います。あとヒメソナレね、ヒメソナレ大きく解釈してみたいんだけど、ちょっと 葉の色がね良くない感じがするんで、根詰まりなのか何なのか、肥料不足なのか何なのか、ちょっとよくわかんないんですけれども、もう少し様子を見てね解釈していこうかな。掃除だったらいつでもできるんで、掃除くらいはやっとこうかなっていう感じですね。はい、こんな感じでめちゃくちゃいい素材たちと出会いました。僕の目的だったエゾマツ、そんな数はいらないんですけど、北海道に行ったお土産としてね、エゾマツ最適というか、やっぱ北海道エゾマツって感じがあるんですよね、僕の中で。なのでエゾマツゲットできたのは良かったかなと思います。はい、なんかお土産ってそういうことでしょっていう感じですよね。北海道行ったらエゾマツ買ってくるし、四国行ったら黒松買ってくるし、東山行ったら五葉松買ってくるしみたいな、まあ、四国行っても赤石五葉松買ってくるとかね、まあ、沖縄行ったら琉球松買ってくるとか、ブーゲンビリア買ってくるとか、まあ、そんな感じのご当地樹種みたいなものってあると思うんで、そういうのが、旅をするたんびに一個ずつ集まってくると、それはそれで楽しいのかなと思います。記憶にも残りますしね、愛着も湧きやすいのかなと思います。こんな感じの素材集めは僕好きですね。はい、ということで本日の動画以上でございます。広瀬製菓園さんで入手してきた戦利品の紹介でした。はい、じゃあ以上です。皆さんも盆栽楽しんでください。バイバイ。